ポレオンがどんどんロシアに入ってくる、ヒトラーがどんどん奥へ入ってくる、スターリングラードの戦い、まさにロシア人にとっては絶望です。勝てるはずがない、国家が滅びるという状態まで行ったんですから。ほんで彼らはもう痛烈に祈ったんです。神様守ってください、造物主に、我らは心貧しい状態です、助けてください。そしてそれから助かって生きたじゃない、いっぱい死んだんです。だけど祈った。だから人間が人生において最大にできることは何か、祈ることなんです。それで初めて天国、神を知るって言ったんです、イエスは。すごい言葉ですよ。アメリカ、ヨーロッパは違う。立派な教会堂を作って、人々が立派な服装を着て、立派にみんなで賛美歌を歌って、それはイエスが言ってることじゃない。イエスは心の貧しいものは幸いだ。別にロシア正教がどうのこうのではない。聖書の解釈をロシア人はここまで一挙単価を保ったんですよ。だから全部剥奪されても喜び、これこそイエスが言った言葉だ。イエスが、神が人間の姿をとってこの世界を歩いた。さっき30歳と言ったんですけども、イエスが30歳から公の生涯になった。だから我らも神が人の姿をとったと同じように歩く、これがイエスに従うことだ。これロシア正教の根本です。だから皆さん、ロシア正教にとって最大の試練は何か知ってる？共産主義だ。信仰を持ってる奴はどんどん殺された。共産主義ですから、無神論です。人間の価値なんか認めないです。そういう連中で、私は信仰を守る、神を崇めると言ってる人たちどんどんシベリアに送られた。もちろんある人は死んだ。その数は7000万人、正直申し上げますと。共産党によって殺されたロシア人です、7000万。それでも従っていけたんです。これがイエスを知ることだ。これを神が知ることだ。神を知ることだ。つまり心の貧しいものは幸いだと言ったイエスの言葉を味わうことだ。これがおっしゃるんです。だから先ほど言ったように、スターリンがどれほど弾圧時代があっても、ヒトラーがどれほどロシア人を殺しても進みよる。アメリカ、ヨーロッパは違う。豊かになって友達ができて、事業が成功して、みんなと一緒に賛美歌歌ってダンスして嬉しいことがキリスト教会や。ロシア人は違う。もっぺん言うと、イエスの始まりの言葉、心の貧しいものが幸いだ。アメリカ、ヨーロッパの人はその意味は分かってないし、日本人も分かってない。ロシア人は分かってる。それでいて、プーチンは、核兵器があるって言ってるわけです。だからもう、最後の最後まで、国家や何かを守るためにやる。皆さんから見られて、この右の方に書いてありますが、ルーシキメールですね。プーチンはしょっちゅうそう言ってる。ロシアと言わないです。ルーシキメール。それどういうことか言ったら、ロシアの世界。だから国家で言うと、今のロシアの西半分、はっきり言うとウラル山脈よりも西、そしてベラルーシ、そしてウクライナなんです。その3つこそが世界の模範となるべきロシアだと言ってるんです。そこへ NATO が、 NATO、 NATO が入れ、バイデン大統領は言ったんです。何を言ったのか、プーチンに電話で、 NATO にウクライナを加えることはありませんと言いました。絶対に加えない。嘘です。次にバイデンが副大統領の時にウクライナの人に言いました。あなた方を NATO に加えるつもりはない。アメリカがバーンと破壊したんです。自分で言っといて。だからルーシキメール、ロシアの世界、このことの、この歴史をたどっていくと、ローマまで戻らなあかんですけど、ローマ、ギリシャ、今地震が起きたトルコ、それを経由して北上してモスクワ行くんです。そういう中でルーシキメールという言葉が生きる。
これが聖なる地である。私は分からない面倒。しかしプーチンをはじめ大統領ですね、軍人たちも、そしてもう一つロシア正教の者たちもみんなそうです。ロシア正教の人で笑ってる写真はない。前にお話したけど、ロシア正教で笑っている写真はない。みんな笑うって言ったらニコッとして笑うんですね。で写真に撮り、記念の写真になる。ロシア正教の指導者は笑わない。人間とは苦しいものだと。写真を撮るのは私の心を撮ってください。だから偽りの顔をしない。これはロシア正教です。だから彼らはどんだけ痛めつけられようと、共産主義によってどんだけひどいことされようと、信仰で生きていきます。僕は怖いなと思いますよ。こんな連中がロシアか。みんながみんなじゃない。ロシア人口の、ロシア人口の 70%。 さて、この言葉、銃、2ページの一番上の真ん中の銃、第三の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると松明のように燃えている大きな星が天から落ちてきた。そしてそれは川の3分の1とその水源との上に落ちた。すいませんが、2000年前の言葉だよ。ロシアが最終的にミサイルを利用し、新たな兵器を使うときに水源の上に落とすと言ってるんです。皆さん、その21世紀に生きていながら、ピンとこないでしょ。言われたら、ああ、そうか、と思うか、俺もないか。これが聖書なんです。宗教の本じゃない。聖書を知ってたら、次、人生に成功する。どうしてや、次に何が起きるか全部わかるから。前にお話したように、僕のような名もなく貧しき者が、イスラエルの死をベギンに会いに行くとき、僕は聖書を話したいと言ったんです。どこだって言うから、旧約聖書のイザヤ書だと。今から2850年前、今から2850年前に書かれたイザヤ書の30章、ベギンさん話したいんです。時間はされたね。彼は忙しかったけど。時のイスラエル首相、ベギンだよ。アラファットの会いに行った時も、PLO のアラファットは会ってくれました。聖書って宗教の本じゃないんです。キリスト教の本じゃない。聖書について話をしようじゃないかって言ったんです。ベギンさん、あなたがエジプトと平和条約を結んだことを間違えた。イザヤ書、2850年前のイザヤ書の30章には、エジプトが必ずイスラエルを裏切ると書いてあるじゃないですか、ありませんかって言ったら、そんなことを言ってくる日本人は誰もいなかったんです。さっき僕、名もなく貧しくて言いましたが、僕なんか名の地位もないですよ。だけど聖書を話したい。会おう。これが真実の世界です。名もなく貧しく、名誉を求めない真実の世界なんです。だからアラブの人たちはイスラームですが、